車が通る中山路の向こうに、大連市政府庁舎とその右に公安局を見る。大連人民広場は、中国遼寧省大連市、西御影区にある大きな都市広場で、大連市政府建物の前面にあり、市の行政の中心地になっている。大連人民広場の形状は、正方形で、大連の他のほとんどが円形なのとは異なる。広場の面積は12万平方メートル。大連市中心部の東西の主要道路である中、山路が人民広場の中央を通り、広場を北と南の2つの部分に分けている。人民広場は、ほぼ軸対称のレイアウトを採用している。大連市政府建物は、広場の北に位置し、公安局と裁判所は、広場の北半分の東側と西側に分かれている。この人民広場は、旧省庁舎広場で、1914年に作られた。日本が大連を租借地としていた1930年代には、広場の主要な建物である関東州庁、警察署、関東州裁判所が作られた。1945年のソビエト占領後、広場内の南にソビエト殉教者記念塔が建てられ、広場はスターリン広場と改名された。1993年にはさらに人民広場と改名されて、1999年にはソビエト殉教者記念塔は、旅順ソビエト殉教者墓地に移され、元の場所は国旗、式掲揚台と大きな音楽噴水として再建された。現在は大連の中心部から旅順へ向かう旅順南路上にあり、元関東州庁舎が面する広場なので、日本人観光客が必ず見かけるような場所になっている。中山路が広場の中央を東西に貫いていて、大連地下鉄2号線の人民広場駅がある。人民広場は市政府に対する住民のデモが行われる場所となっており、例えば2011年8月14日には大連市民は人民広場で集会を開き、大連福華社の繊維産業には必要だが有害、化学物質である。パラキシレンを生産する大連化学工場に反対を表明した。ありがとうございます。